ピエール・ジャン・ブラックは、ベルギーの彫刻家である。ベルギーのアール・ヌーボー様式の建築家、ビクトール・オルタと働き、装飾彫刻を制作したことなどで知られる。ピエール・ジャン・ブラック作、冬、または年老いたキコリ、ニーブ・ポールトの大工の息子に生まれた。幼い頃から、美術の才能を示し、10歳の時には、絵のコンクールで二度、優勝した。父親の下で短期間。 働いた後、16歳でブルッヘの彫刻家、ヘンリー・ピッコリーに弟子入りし、長層や木彫り、石彫りを学んだ。1878年から1881年の間は、ルーベンの美術学校で修行を続けた。1882年のベルギーのローマ賞に応募し、ギヨーム・シャルリエに次いで2位になった。その後、ブルッセルに移り、1884年頃、 装飾彫刻家のジョルジュ・ハウト・スタントの工房で働いていた時に建築家のビクト・ール・オルタと知り合ったと考えられる。1885年にブリュッセルの美術家グループエルベソールの展覧会に出展している。1889年頃から工場労働者などを題材にした作品を制作したコンスタンタン・ムーニへの影響を受けて木こりや漁をする女性といった庶民や 盲目の人物などの人々を、題材の作品を制作した。1892年に、画家のジャンデルビルや彫刻家のビクトール・ルソーとともに、保守的な LS オールに対抗する美術家、グループ、ポアラルを設立し、グループ展を開くようになった。その後も、ベルギーやパリの展覧会に作品を出展し、多くの野外彫刻も制作した。1903年に、 イタリア人のモデルと結婚した。友人となった、ビクトール・オルタとの共作を続け、オルタの建築の多くの装飾彫刻を制作した。第一次世界大戦後には、多くの犠牲者のための記念碑を制作した。サンジョスタンイコール・ノードの美術学校で絵を教え、後に校長になった。教えた学生には、ジャンジャック・ガイアールらがいる。ありがとうございます。